はい、こんにちは。のびや本店ののびです。今日はですね、大人女子がやってはいけない髪型3つのポイント。こういったちょっと恐ろしい内容でお送りしたいと思います。と言ってもですね、初めにお断りしておきます。これはあくまで、この道30余年ベテラン理容師こののぶが勝手に考えているお話ですので、私それ好きでやってるんで文句言われたくないんですという方はですね、どうぞお好きにしてください。どうぞ面倒くさいコメントで絡まないでください。ただしこれから挙げる3つのポイントね、ご自分の髪型をですね、鏡でしっかりと見ていただいて、自分が当てはまってないかチェックしてもらうことによって、これはまずいかなということに気づいていただけるんじゃないかなと。そしてこれから挙げる3つのポイント、なぜそれがよろしくないのかという理由もしっかりとプロの目線で説明したいと思います。ぜひ聞いてください。まず最初にいきなりですが見てもらっちゃいましょう。でねん、大人女子におすすめできない髪型3つのポイント。1つ目、薄い前髪。2つ目、ぱっくり分け目。3つ目、真っ黒染め。今日はですね、これについて一つずつ詳しく解説していこうと思います。まず一番最初、この薄い前髪ですね。薄い前髪っていうのはどういうことかというと、前髪以外の髪の毛がこうあったとしたら、前髪がほんのりね、ちょろちょろちょろとこう向こう側が透けて、おでこが透けて見えるぐらい分量が少ないスカスカな前髪のことね。これ最近の若い子結構ね、もう数年前からトレンドというかね、当たり前のようにやっています。そしてこのチャンネルをご覧の大人女子の皆さんもですね、かつて20代だった頃、私やってたわという方多いんじゃないでしょうか。あの前髪なぜよろしくないのかというとですね、大人の世代になってくると、ただでさえ前髪はだんだん後退していきます、この生え際がね。なので前髪が薄くなっていきやすいの。そして薄くなるだけではなくて、髪質もちょっと細く弱くなっていきやすいのね。それプラスおでこのシワが目立ってきます。そこに薄い前髪がこう降りてきてね、おでこが透けていると、縦のシワと横のシワね、縦の前髪の線と横のおでこのシワの線、これが非常に強調し合ってですね、おでこのシワを目立たせてしまう。そしてより老け感が出てしまうと、老け込んで見えてしまうと、そういった恐ろしいことになりますので、なのでこの薄い前髪はおすすめできません。そして次、パックリ分け目です。これね、誰もが分かるよね。ピシーと前から見た時、ピシーとどこかにこう分け目がきっちりとしっかりと筋がついていると、これよろしくないんじゃないかなと思います。なぜかというと、大人の年齢になってくるとですね、だんだんトップにボリュームが出にくくなってきます。でもそこでピッチリと分け目をつけると、さらにトップはぺっちゃんこに見えてしまうんです。そうすることで前から見た時にかなりね、疲れた雰囲気、老けた印象を与えてしまいます。ピッチリ分け目というのはトップにボリュームが出にくいです。これはぜひ覚えておいてください。そして、最後にこの真っ黒染めというやつね。当然大人女子の皆さんはですね、白髪が気になるお年頃だと思います。そこで、髪を染めるわけなんですが、真っ黒に染めてしまうとですね、どうしても根元からね、白いのが生えてきた時に目立ってしまうという精神的なストレスももちろんあるんですが、真っ黒に髪を染めるということはですね、どうしても印象がものすごく強く硬く重くなります。あなたのお顔がですね、よりきつく見えたりするんです。もし黒髪が若々しく見えると思っている方、それはですね、確かに実年齢が若い人にとっては確かにそうなのかもしれませんが、ある程度の大人の年齢になってきた時に髪を真っ黒に染めるということはですね、逆にお顔のいろんな部分を目立たせてしまうということになりますので、この真っ黒染めは危険ですと言いたいです。さて、今回この3つ、例を、ね、挙げてみました。大人女子におすすめできない3つのポイントということでね、どうでしょう、あなたが自分の、ね、鏡で髪型を見た時に当てはまっているものはあったでしょうか。あった場合はですね、ぜひそれはちょっと考え直してみるのもいいんじゃないかなと思います。意外と簡単なことです。前髪薄かったら分厚く増やす、パックリ分け目がついていたらトップの髪をある程度切ってね、分け目がつかない髪型にする、もし真っ黒に染めてるんであればもう少し明るい色に染める、それほど難しいことではないです。ただしですね、これ美容師さんの腕次第ということになるよね。いくらあなたがそうしたいといったところで、それができない美容師さんにいくらお願いしたところで、いろんな理由できっと断られるでしょう。いや、あなたの場合は似合いませんよとかね、いや、あなたの場合はそんなことをするとこんな風な大変なことが起こっちゃいますよと言って、固くなに拒絶する美容師さんが存在するのも確かです。その理由はというと、
その病師さんが本気でそう思っている場合もなくはないんでしょうが、そうじゃない風にすることにあまり自信がない人、そういった美容師さんの場合は、今まであなたの髪をそうしていた場合、そうじゃないものにチェンジすることに不安があるわけね。一般の方からするとちょっと信じられないかもしれませんが、そういった美容師さんがいるのも確かです。なので何かもっとこう、私今より可愛くなれないかしら、若々しくなれないかしら、素敵になれないかしらと思ってオーダーしたのにそれを受け入れてもらえない場合はですね、つまり美容室を変えるタイミングが来たということだと思います。そしてどんな風にじゃあ他の美容室を探せばいいのかということはですね、前回の動画、こちらの動画でですね説明しています。あなたがいまいち自分の髪型が気に入らない、その理由はこういう理由で、こういった風にすると解決できますよという前回の動画がありますので、ぜひそちらを参考にしていただいてですね、もしあなたがこういった3つの項目当てはまっているとしたら、それをですね少し変えていただくと、きっとあなたはもっと若々しく可愛く綺麗になれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで現場からは以上です。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信は5月7日の夜9時半から行います。場所はですね兵庫県川西市美容室 CU から行います。ぜひ今のうちにですねスケジュールの方をしっかりとキープしていただいて参加してください。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、のぶさんがほんのちょっとおしゃべりを添えて、短い動画毎週日曜日の夜9時に投稿しております。ここからしばらくはですね、先日行われた4月11日ライブハウスからのライブ配信の模様をお届けするんですが、当日足を運んでくれた視聴者さんからいただいた手紙はこちらのチャンネルでご紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 URL はコメント欄の方に載せておきます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は明日の信屋音楽館で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パワーでした。ではこれの私、女に生まれてよかった。そして、俺、男に生まれてよかった。OK。ありがとう。1、2、3。